皆さんおはようございます。やおー、めっちゃ顔むくんでるんですけど、マジ衝撃のむくみしてるんだけど、まあそういう時もあるよねってことで、千秋楽の公演が始まるまでにはこのむくみを解消させたいと思っているなり、おはよう。顔っていうかね、目が一番ね顕著に現れてる。目が二重がなんか変なちょっとよいしょ、あよん。あよん。ということで本日はジョン・マイ・ラブ鞘鉄大千秋楽ということで、びっくりするぐらい実感ないですけど千秋楽です。あーよく寝れた、いっぱい寝た。なんか寝落ちして、昨日寝落ちっていうか、もうなんかお風呂入る前に力尽きて、そういえば昨日お風呂入らないで寝て しまいまして、朝お風呂入りました。そう、でももっと遅くまで寝てる予定だったんだけど、7時ぐらいに目覚めちゃったんだよね。で7時半ぐらいまで布団の中で二度寝チャレンジしたんだけど寝れないから、まあいっかって起きた。おはよう。こんな感じの千秋楽の朝、なんか今日の夢謎だったんだけどさ、もう1月25日くらいになっててさ、えもう1月終わるやんみたいな、1月あまりにも早すぎるでしょみたいな夢見たんだけど、まだ10日だった。よかった、まだ10日でと思って、10日ってか9日だけど、まだ前半でよかったなと思って、早すぎるでしょと思ってさ、謎の夢見ましたね。おはよう。鞘鉄の見納め、天気が穏やかでよかったです。なんかちょっとまだ外の様子全く見てないんだけど、天気良さそうだよね。おー、いいですね。おはよう。2日前雨降ってたもんね朝。ふー、あいやということでね、あいや、もしかしたらコメントする場所間違えてる人いるかもしれないね。よいしょ。あ、そうねえねえ、ちょっとさ全然関係ない話するんだけどさ、この前ね遅めのタンプレでさ、ゆうなちゃんにさハンドクリームと香水をもらったんですよ。香水をプレゼントするっておしゃれだよねってそもそも思ったんだけど、あ、それは一旦よくて、それでね、そのハンドクリームをこの前使ってみようと思って使ったんですよ。さ、めっちゃいい匂いするんだけど、ゆいなちゃんも同じハンドクリーム使ってんだね。だからゆいなちゃんの匂いに包まれて、私ゆいなちゃんと一緒にいるんかなみたいな
気持ちになれた。そう、おもろい。だから最近の私はゆうなちゃんと同じ匂いしてます。おはよう。同じ香りを漂わせてる。そう、ゆうなちゃんがもともと使ってていい匂いだなって思ったやつをサイニングくれたらしくて、だからさ、ハンドクリームと香水つけるとさ、まずゆうなちゃん、ゆうなちゃんと一緒におるんかなって気持ちになれる最高の感じになってます。おはよう。サリの愛用のハンドクリームは愛媛のあれで買える、物産店じゃなくてお土産屋さんで買える予感の匂いがするハンドクリームなんだけど、これは二十歳の誕生日にぽっちゃん劇場のスタッフさんにもらいました。一番私がお世話になってるスタッフさんにもらいました。おはよう。それを最近使ってるんだけど、もうすぐ終わっちゃいそう。でもあとね、香水はもう一個、一期の菊の役の小熊凛さんにも二十歳の誕生日に、何の匂いだっけな、なんか花の種類ちょっと忘れちゃったんだけど、なんか花の匂いする香水もらって、あんま香水つけないんですけど、もらってからなんかたまにつけるようになった。そう、たまにつけるようになりましたね。おはよう。ちょっとずつ、ちょっとずつね。よいしょ。おはよう。選手力頑張れ、ありがとう。香りってその相手を思い出させる。香りってやっぱさ、その記憶とこう結びつきが強いですよね。劇場で一緒に、一番一緒にいるメンバーセリちゃん、まあなんかセリちゃんがいる公演に出ることが多いから、セリちゃんと喋ることが多いかな。 A でマリアちゃんがいたら、あの楽屋の席の隣が、隣の席がマリアちゃんだから、マリアちゃんと話すのも多いです。ちょっと一回さ、目にゴミ入ってる。わかんないや、鏡つけてんのよここに。目にゴミが入った時すぐ取れるように。おはよう。どんな香りが好き？なんか私バラの匂いとかラベンダーの香りがあんまり好きじゃなくて、そうだからすごい、それこそ果物みたいな爽やかな香りか、柑橘系とかのね、か なんだっけ、なんかさ、バラとかラベンダーじゃない香りだったらいける花結構多いんで、なんか結構でも軽い感じの匂いが好き。甘ったるい匂いとかよりは軽い感じの爽やかな匂いの方が好き。そうですね。あんまりさ、ゴテゴテに香水つける人苦手だからさ、本当に軽く振ってます最近私は。おはよう。匂い強すぎるときついじゃないですか。あのなんかエレベーターとかに匂い残るくらいつけてる人は苦手。もう残っ、あ、前に乗った人すごい香水強かったんだなって分かるときあるじゃないですか。おはよう。分かる。もうその人がいなくてもさ、あ、一個前に乗ってた人めっちゃ香水強かったんやなってくらい残ってる人いるじゃん。それ苦手です。それぐらい強いとちょっとうってなりますね。なんか軽くつけてるぐらいが好きです。おはよう。成人の日ですね。3連休、もう成人の日に関係ない年齢になっちゃった。やだ、困る。今日ね、成人メンバーチームメイトいっぱいいますから、チームメイトの2代目、今日成人のメンバーめっちゃ多いですからね。
いつですか神田明神で、いつもみたいにやるのは何時頃ですか。去年のことを全然覚えてないんだよね。でもそろそろじゃない、9時10時とかじゃなかったっけぐらいじゃなかった、どうでしたっけ。去年のね成人式の日の記憶が全然ない。そうでも成人式の日寝坊してるんだよね。やってるやん、ま、ミスってるやんっていう。この仕事してて唯一寝坊したの成人式の日だね。そう、おはよう。基本無遅刻無欠席なんだけど、あの日だけやらかしたね。早すぎて3時集合とかで無理やってね、全然起きれなかった。おはよう。サイリン成人式の時配信ありました。それこそ私の成人式去年なんですけど、ゆいゆい、ひーちゃん、下尾ちゃん、ズッキーみたいな、なんか大物揃いだったんですよ。もう次世代みたいな、 AKB の次世代メンバー大集結みたいな年だったんで、その恩恵を受けてすごい豪華にしていただきました。その代でよかった、2001年に生まれてよかったってめっちゃ思ったもん。おはよう。でもさ思うんだけど、みんな謙虚なメンバーじゃない？大物なのに謙虚な人たちばっかりじゃない？2001年度生まれって。キャランさん可愛いです、ありがとう。ゆいゆいも下尾ちゃんもズッキーもひーちゃんも全員謙虚だから、なんかそういう世代なのかなって思ってた。謙虚なメンバーばっかりじゃんと思って。まあでも慢心しないで努力をし続けてきたから人気になって大物になったっていう可能性もあるけど、そう。よいしょ。でもすごい楽しかったですね、去年の成人式。懐かしい。そんな謙虚じゃない可能性ある。慢心してる場合あるかもしれない、自分では分かんないけど。あんま謙虚じゃないんじゃない実は。どうだろうね。結果的に人柄がいい方が何をするにもいい、まあ、確かにそれはありますね。でもなんか下尾ちゃんのさ、稽古、てっちゃんの稽古見てて、ダンスやっぱ上手い人が踊るとダンスかっこいいなと思って、あ、上手い人はこういうところこうやって踊るのかってめっちゃ千秋楽残り2回とかにしてね学んだね。そう、あーねっつって、こうやって踊るとかっこいいんだって下尾ちゃんから学んだ。なんか結構下尾ちゃんのパフォーマンス、芝居は別だけど、その殺陣とかダンスとかはなんか横ちゃんをちょっと思い出した。そう、見せんのがめっちゃうまいみたいな、自分の見せ方をもう最大限に分かってるし、それを最大限に発揮できるっていう横ちゃん味をちょっと感じましたね。ダンス上手い人ってやっぱかっこいいよね。いいなって思いました。前髪巻きすぎちゃった、直します。コロンってすすぎちゃった。お芝居はね、ほんと下尾ちゃん節というか、
タオちゃんの良さがめちゃくちゃ出てるので、東京公演の方もあの見に来てくださる方は楽しみにしていただけたらと思いますよ。おはよう。先輩でも同期でも後輩でもいいとこはどんどん学ぶべき。確かに。でも私が下尾ちゃんにさ、その動きとかさ教える時が来るなんて思ってなかったからさ、緊張しちゃった。あーここはこうでーみたいな。そう、そんな教えるなんてね、大変恐れ多いですけれども、おはよう。でけた髪の毛、まあどうせカツラかぶるんであれですけど、ちょっと寝癖のまま劇場入りするのもあれなので、ちょっと綺麗にしました。おはよう。でけた、おはよう。トメさん、会議室ありがとう。下尾ちゃんは最鉄の印象なんか言ってた？いや、なんかすごく良かったって言ってた。嬉しい。おはよう。同じ年齢でも緊張してます？緊張っていうか、なんかでも下尾ちゃんとあんまり話す機会が今までなくて、そのエリアが違くてさ、そのイベントとかもあんまり一緒になったことなくて、だから普通に会話はするけど、そんなこう親しく話したことはあんまりなかったので、なんかめっちゃこのね数日2日間ぐらいでめっちゃ仲良くなった。そう、嬉しい。ずっと仲良くなりたかったんだよね。なので距離縮まりました。下尾ちゃんなんか覚えるの早すぎて、全然さあんま教えることなかった。一回言ったらなんかもうできちゃうから、あーすごいすごい、こりゃすごいわって思ったやつだよ。さやだったら3回とか言われてやっとさ、あーそうでしたってなるのにさ、下尾ちゃんはマジ一回言ったらもうヒュイヒュイってできちゃって、すごすぎてびっくりしちゃった。金曜の A 公演行って、最後にお見送りの時の声よく聞こえてありがとうございます。よいしょ。あ、つなちゃんギフトありがとう。千秋楽頑張れ、頑張ります。今日舞台です。千秋楽さに足切れたね。あ、ありがとう。どの写真を見て思ってくれたんだろう。ありがとうございます。新しい鉄が生まれていくの嬉しいです。なんか下尾ちゃんがさ、ジョンマイラブ出たいってさ、なんか結構前から言ってたんですよ。出たいんだよねみたいな。なんかすごいなんか嬉しかった。出たいって思ってるメンバーがいるのが嬉しいね。おはよう。なんか昨日喉の調子ちょっと夜悪いかなって思ったけど、漢方飲んで寝たら回復した。桔梗湯を飲みました。よいしょ。いやー本当にね、漢方っていうのはね、匂いがすごくてね、毎回ね飲むときにね、一回おえってなる。うってなって吐かないように気をつけるみたいな飲み方しちゃうね、いつも。苦手、漢方飲むの苦手です。健康のために飲むけど。おはよう。今日配信で見るね。お、ありがとうございます。おはよう。キョウちゃんがつけてるピン止めと同じ。え、わかんない。メタモンは向井さんがつけてる。ミヨンさんとね全くのおそろ。
京天ちゃんはあれじゃない、キティちゃんとかいつも止めてるんじゃない。おはよう。え、部屋ね、ちょっと今あの湿度計がないから分かんないんだけど、体感的にはめちゃくちゃ乾燥してる。体感的にはね。登録販売者の資格の勉強した時、漢方苦手すぎて鬼門だった。漢方覚えるの大変そう。名前もさ、漢字並べてあるから難しいじゃん。読み方も特殊だったりするし、どれが何に効果があるみたいなさ、めっちゃむずいよね。まあ逆に普通のお薬のカタカナ並べてあるやつも難しそうだけど、どっちもどっちだな。カタカナもむずいし漢字だけもむずいよな。でも私さ、いろんな舞台出させてもらって、まあ、いろんなって言ってもまだ少ない方ではありますけど、何回か舞台出させていただいてさ、常々思うのがさ、なんか主役向いてないかなって思ってる。そう、2番手3番手ぐらいがちょうどいいかなみたいな、その座長みたいなできないさすぎて、そう最近思い始めた。主役よりは2番手3番手ぐらいで伸び伸びやりたいなって思いました。背負わなきゃの気持ちが強すぎて大変だなって。主役ってだ、今回は万次郎と出番的にはほんとダブル主演みたいな感じで分け合ってるから、まだいいんですけど、それこそ2番目でもいいのの、まちこちゃんとかさ、浜ちゃんが言ってたけど、いやー、あれは大変そうだなと思ってたんで、見てない説、最近、見てない説提唱してる。よいしょ。よっと。やばい、ヘアオイルが、ヘアオイルを倒したことによって、ヘアオイルが飛んだ。まあ今日も頑張ってまいりたいと思います。まあでもミュージカルだったら主役はやりたいなと思う。歌う好きだから、歌うの好きだから、ミュージカルだったら主役とかもやりたいなと思うけど、ストレートの舞台で主役はちょっとやりたくないわけじゃないんだけど、向いてるか向いてないかで言ったら向いてないんだろうなって思った。そう、全然やらせていただけない、やりたいけれどもっていうことよ。やりたくないわけじゃないのよ。向いてるか向いてないか的には向いてないかもなって感じてます。いいんです、みんなの心の中で主役にしてもらえればそれはいいんです。なんか喉の調子良くもないけど悪くもないって感じする。女の子は香水をつけなくてもいい香りはするのは、ヘアオイルの香りとかもあるのかな。なんかシャンプーとかの香りとかもあるらしいですよね。なんでヘアオイルはあんまり匂いが残らないタイプのあれなんで、あれですけどあれしか言ってないあれですけど、そういう場合もあると思うよ。柔軟剤の香りとかね、かわいい、ありがとう。まあ、もうちょっと年齢も増して舞台のその場数ももっと踏んできたら今の感覚より変わる可能性はありますね。今はってことですね。人間成長とかしますから成長とか心境の変化とか全然あるからね。全然あるので、
一概にこう今言ってたから何年後かにあの時あやつせ言ってたよねって言うと困るんですけど。そう、その時々でいろんなものに触れることによって考え方変わったりもしますしね。おはよう。サリの成長を見ていて楽しいと思っていただけてると本当に嬉しいです。マジでさ、一期のさ稽古の時ってさ歩けなかったの、意味わかんなくない？歩けないって意味わかんないんだけど、喋りながら歩けなかったの。セリフを言いながらここにとことこ歩くができなくて、喋ろうと思うと止まっちゃうし、歩こうと思うと喋れないしみたいな。そんなのがよく今こんなことやってるなって思うもん。できてるなって、歩きながら喋れるようになってるなみたいな。そう、そんな初歩的なことができなかったのさ結構おもろくない？マジかよみたいな。なんでさこう日常生活でこうやって喋りながら動いたりとかさ、特に何も考えずにできるのにさ、お芝居ってなったら急になんかカクカクカクみたいなロボットみたいになっちゃったんだろうね。今はまあいろんなことが前よりは考えられるようになったので、まあ今も別にお芝居が上手になったわけではないんですけど、自分のお芝居を上手だと思ったことは一度もないんだけど、そう、もっと高みを目指していきたいところではある。キスバイのアンドロイドの店に行く、ああね、三崎？三崎だっけあれ、三崎と真由だっけあれ、あれ楽しかったっすね。ダメ男を好きになっちゃうこの友達ね。おはよん。今日は大根派手にお願いします。あの大根についての裏話で言うと、野菜かごの中に大根が3本入ってるんですけど、なんか2本はなんか芯が入ってて硬いんですよ。で1本はもう完全に綿しか入ってないぬいぐるみみたいな。で最初に1本私大根を投げることが多いんですけど、その時に間違って柔らかいやつを投げちゃうと、もうフルスイングちょっと痛そうすぎてできなくなっちゃうんですよ。めちゃくちゃ痛いのよ、芯が入ってるやつでフルスイングすると。だから今日はまず一発目投げるのは芯が入った大根にして、フルスイングの時は柔らかい大根を選べるようにちょっと頑張ろうと思います。芯が入ってるっていうか、なんか新聞紙かなんかが入ってるからめっちゃ硬いんだよね。なんか紙が入ってんの、厚めの、めっちゃ痛そうなの。だからそれを投げれなかった場合に困るから、柔らかいやつをちょっと残せるように今日頑張ります。余裕を持ってブチ切れながら、あそこブチ切れてるからさ、あんま余裕ないんだよね。大根選んでみたいな余裕があんまないから、たまにうわやべ先に柔らかいやつ投げちゃったみたいな時は割とある。いや多分一昨日めっちゃ痛かったと思う、すごい音した、めちゃくちゃうわ入っちゃったの音したあーすごい入っちゃったの音したから痛かったと思う、謝っといた。ちょっと本当にいい音させすぎました、すいませんみたいな、ちょっと謝っときました一旦ね。全然大丈夫って言ってたんで全然大丈夫らしいです。そうだからやっぱ柔らかいやつでフルスイングは多分そんな痛くないらしい。そう言うてもなんか芯のやつで叩くと多分めっちゃ痛いから、ちょっとそれかわいそうすぎるのであれです。ちょっと気にしましょうって感じ。
かさ、みんな万次郎みんなお芝居が上手だからさ、その痛がってるお芝居がリアルすぎて本当に大丈夫かなって思っ、なんか心配になっちゃう。中の高橋さんが、そう、高橋さんが出てきちゃう。高橋さんの人格が、鉄としてはもうブチ切れてるから、あなたが痛いなんて関係ないですよって感じなんだけど、中の高橋さんがうわやばい今の痛そうだったかもしれんみたいな、ちょ心配になっちゃうから何回かでも万次郎、歴代万次郎に今日やばかったっすよねって言ってもみんなね、あ全然大丈夫だよみたいな、痛いって演技してるだけだから実際そこまで食らってないから大丈夫だよってみんなね言ってくれるんだけど、それは優しさだと思うんだよね。別に痛いとは思うんだよね。全然痛くないよっていうのは優しさな気がする歴代万次郎の優しさな気がするんだよね。そう、どうしてもね、あーかわいそうって思っちゃう。天野さんもおばあさんも引田さんもみんな言う、全然大丈夫だよみたいな。全然大丈夫みたいな言ってくれるんだけど、そんなわけない音してるからどう考えてもみんな優しいなと思って、優しいです。でみんな演技上手だからさ、痛そうにするから、でもあれは演技なのか本気なのかちょっと心配になります。全然お芝居だよって言ってくれるけど本当かって疑いながらいつも殴ってる。楽しいですね。でもさ、日常生活でさ喧嘩することが本当にないの。もう本当にねないのよ、その口喧嘩とかも。私が全部間があるから、そう、私が全部折れるから、その喧嘩をすることがないのですごい新鮮です。手つっている時は喧嘩ってすごいなみたいななんかその喧嘩するほど仲が良くなるタイプの人っているじゃないですか。喧嘩することによってお互いの意見をまっすぐ伝え合って、まあ、雨降って地固まる的なね感じで、喧嘩するほど良くなるタイプの人っているじゃないですか。でも多分そういうタイプじゃないんですよ高橋さやかは。喧嘩するとなんか萎えちゃうから気持ちがシュンみたいな、友達とかでね。だから普段はマジ喧嘩をいかに回避するかみたいな人間なので、鉄は結構本気で喧嘩しに行くからおもろいなと思ってる。物で殴るとかしたことないと思って、人間を殴ったことないわと思ってさ。人間を殴ったことがなさすぎて鉄やばいやつやんってちょっと思ってる。元気すぎるやろってそう、でも楽しいです。お芝居だからできる経験ですね。なんでまあ今日は最後の喧嘩、わかんない、これがさ人生最後の喧嘩になる可能性あるからね。別に全然今後の役で喧嘩する役がなかったらさ、これが人生最後の大喧嘩になる可能性あるからちょっと頑張ります喧嘩に無縁な人生送りすぎてこれが人生最後になる可能性あるから。さあお兄ちゃんいますよ。とにかく楽しんで頑張ってきます。
今日割とちゃんと寝たから気持ち的にはすっきりしてる。なんかむくみ取れてきたな。朝一マジでパンパンやってん。セリンは誰かに本気で怒ったことないの？ないないね。イライラみたいなのはあるけど、ブチギレみたいなのはないね。だから声めっちゃ大きいけど大きい声で怒ることはないんですよ。大きく声が大きくなるのは楽しい時だけだねこの大きな声で怒ったら多分迫力すごいと思うんだけど、そうなったことはないですね。叫んなみたいな時ないですね。どんなお話なのかも楽しみにしてますね。確かに今日初めて見る方すげえ楽しみだ、楽しみに見てほしいね。機嫌悪くなること？でもあんまり表に出すことはないかな。で心の中ではめっちゃ腹立ったわみたいなのがあっても、そんなにこう表に出してもう喋る相手に機嫌悪さマックスでーすみたいなのを見せることはないかも。おはよう、ひらりんさん、千秋楽頑張ってね。ギフトありがとうございます。なんか表に出すのってなんか子供っぽくない？自分の機嫌は自分で取れてこそなんぼやと思ってるんで。そう、自分の機嫌の良し悪しを他人に委ねている時点で未熟だと思ってる人間だから、機嫌悪かったとかなってもそれを表には出さないよって感じ。基本的にはあと単純 なんかに私ニコニコしてる方が周りの場が明るくなるんで、そっちの方が自分も居心地いい。自分が機嫌なんか悪くてプンスコプンスコしてるとさ、周りもちょっとなんか気使うしさ、使わせちゃうし、絶対やりづらいじゃん。 なんで機嫌悪いんだろうみたいなさ、なんか気使わせるし、なんか現場がちょっと険悪なムードになったりするじゃ なんかあの人機嫌悪いよみたいな、その空気好きじゃないかな。私がニコニコしているとさ、みんながなんか現場明るくなるから、そう、そっちの方がいいかなみたいな。水飲むわ、ちょっと喉カラカラになってきちゃった。よっ。まあだから逆に怒んないから別になんか、あ、そういう誰かが、あ、そういうのやんない方がいいなって思ってもあんまり注意とかもしないから、なんか、まあ、怒らないっていうのがいい面もあれば悪い面でもあると思う。怒ってあげないから別に優しいわけじゃないみたいな真の優しい人はそれ相手がダメなこととかあんま良くないことしたら注意できる人間だと思うんですよ。でもそれはまあいざこざをのがあの起こしたくないがあまり、そういうのもあんま注意しないんで、自分でいつか気づけたらいいねみたいな感じだから優しい人ではないんだよね自分のために動いているだけで別に優しいわけではないみたいな、そういうところはありますけどね。こんにちは。ハマちゃんに怒ったことなんてないよ。ハマちゃんに怒ることないもん。怒るようなことはハマちゃんしてこないから。穏やかなサイリンがめっちゃ怒るドッキリやったら面白いかも。みんなびっくりするやと、ブルッすると思う。ブチ切れたら。え、どうしたってなると思う。怒らなすぎて。
怒るの下手くそそう私。ドッキリだとはいえあんま上手じゃなさそう。ジャマラブでサリンが演じてくれてハッピーな一年でした。嬉しい、ありがとうございます。さらにショールームのコメント欄でバトルしてるのたまに見るから喧嘩超どうかと思ってた。でもやっぱ配信良くないなって思うのが相手のお顔が見れないから、そのやっぱさ会話ってさ表情で伝わることもあるじゃん。同じことを言ってたとしても笑顔で言ってるか笑顔じゃなく言ってるかでその持つ中身の意味合いって変わってくるじゃん。だから私の心の調子があまり良くないときは、そう心があんま元気じゃないときは全部攻撃的なコメントに見えちゃうときとかあるの。まあそれはもう私が悪いんだけど。それはもう私の何完全に落ち度ではあるんだけど、そうなるとなんか自分が傷つかないように強めに反論しちゃう時とかはまあある。それはショールも終わった後に一旦反省会してる自分で、ああ今日良くなかったなみたいな、今日ちょっとやっちゃったなみたいな。私の心が非常にもう何の問題もなく快調な時はそんなコメントをなんていうの悪い捉え方にならないんだけど、私は心の健康度合いによるよね。私の落ち度ではある。それはね本当にいつもね反省してるし、たまにママとかにあすみませんすいません人が入ってきた、わざわざ見に来てるのに攻撃なんかしないよ。いやいるんですよ、たまに攻撃するためだけに来る人が。そうたまにおるんよ。掃除の人じゃない？マスターキー持ってる感じの入り方してきたから気まず気まぜっと。こんにちは。毎日ショールームしてればそんな日もあるさね。やっぱ365日心が健康でいられることってあんまないんだよねっていう。こんにちは。だから逆にさあれなのよ、ショールームとかだとこう言われたからこう反論するってできるけど、握手会とかお話し会とか面と向かうとなんか反論できないね。やっぱ人間を目の前にするとねできない。顔が見えるって大事なんだなってめっちゃ思う。一番嫌なのは DM で文句言ってくるやつ。あでもねあれなんだよね、私あんまり DM 見てないからってのもあるけど、本当にほぼほぼ見てないからあれだけど、いないっぽいっすね、長文みたいな。見ないからあんま見ないって公言してるから来ないのかな。私あんまなくて平和、非常に平和です。
まあコミュニケーションって難しいよねの話でした。結論ね、結論やっぱそこよ。一番の結論はそこですよね。調子悪い時は夜も休みでも大丈夫だよ。いや、そういうわけにもいかんのですわ、毎日やってるんで。めっちゃ眠くなってきちゃった。なんか朝ごはん食べて1時間ぐらい経ったぐらいってめっちゃ眠くない？いつもこの時間眠くなっちゃうんだよね。でもさ、すごい不思議だなって思うのがさ、舞台の日とかさ、まあ、劇場公演の日とかもそうだけど、もう出る直前までめっちゃ眠かったりするの。もうあくび止まらんみたいな、どうしようみたいな、眠すぎみたいなさ時があるんだけど、舞台立ったりとかステージ出ちゃうとやっぱアドレナリンの力だと思うんだけど、絶対にあくび出ないし絶対に眠くならないんだよね。そう、不思議だなって思う。アドレナリンのパワーってすごいな。常にアドレナリン出していきたいけどね、日常生活でも。いや、アドレナリン無敵よ。だって劇場公演とかさ、めっちゃ足痛い日とかでもさ、やっぱアドレナリンで乗り切れちゃったりして、終わった後にうわ終わってる、足死ぬみたいな、アドレナリン切れた瞬間のダメージ量半端ないもん。すごいよね、人間アドレナリン分泌できんのマジですごいよ。人間だけじゃないと思うけど、生物はみんなアドレナリンを出してるのかもしれないけど、アドレナリンっていう進化の過程でアドレナリンを分泌するっていう能力を得たのはマジでかいと思う。そう、めちゃくちゃでかいことだと思う。ね、でも昨日の夜配信の時めっちゃ眠かったな。昨日眠かったな、非常に。こんにちは、遅れましたが明けましておめでとうございます。おめでとうございます。でもなんか成人式ぐらいまではまだ新年感ない？遅れたといえど10日くらいまでは、まあまだ明けましておめでとうの挨拶したいなくらいの気持ちはあるよね。昨日は本当に眠そうだった。昨日は本当に眠かった。なんて、配信終わった後何回もお風呂入ろうと頑張ろうと思ったけど、眠すぎて撃沈したもん。いやー、ちょっと今日は無理や、明日の朝お風呂入ろうみたいな。29日昼夜に公演観劇に行くのでよろしくね。まぁ、ちょっと高橋さやかさん出てないんですけど楽しんでください。さやかさんちょっと出てないんですけど、29日はみゆちゃんがてっちゃんで、昼夜でるんちゃんとミスターが交代で聞くのやってんじゃない？そう、今日の公演ヒョールライトいっぱいで選手力を飾りたい。わー、みんなぜひ振ってください。風呂までたどり着けなかったのよ昨日の夜。冗談質問は冗談で答えたらいいじゃん。はい、8億もらいました。8億。配信チケット31枚あって今まで買った中で一番多いかも。お、すごい。私が今日朝見た時
17番とかだったから、私が買った後にめっちゃ増えてる。でさ、お風呂で寝たこと何回もある。高校生の時とかお風呂でめっちゃ寝てた。よく限界すぎて勉強とこっちの活動の両立があまりにもきつすぎて風呂でよく寝ちゃってたね。そう、でもお風呂ってさ、その人間の本能的にさ寝ないようにできてるらしいんですよ。だから風呂で寝るのはねほぼ気絶と同じらしいです。みんな気をつけましょう。そう、全然溺れると思う。なんかガチ寝してたら溺れることもあると思うから、みんな気をつけましょうね。本当にやっぱ眠い日は無理せずシャワーにしたらいいよね。眠くてどうしようもない日はシャワーにした方が絶対にいい。シャワーでは寝ないからね人間。でもさ、中学の時とか限界だった時さ、立って歌いながら寝たりしてた。やばくない？限界すぎない？なんか中学の時そのさ、大会に行く部活を歌で応援する会みたいなのが毎回あってさ、壮行会みたいな名前だったと思うんだけど、そう、それでなんかそれの練習で立ちながらめっちゃ歌わされる時があって、もう結構30分ぐらい繰り返し繰り返し、眠すぎて立って歌いながら寝てたね。でも寝に入ろうとするとフラーってなって起きるみたいな。立ちながらだからマジ危ないよね。フラーみたいな、フラーってなってハッって起きて、またフラーってなってハッって起きてみたいなのをずっと30分ぐらいやってた。限界すぎるやろ。限界すぎる。限界学生してた中学の時。あーでも釣り革掴んで寝ることあるな。そやめっちゃきつい時とかある。最近ある、あるある、全然ある。立ちくらみで倒れたりはなかった。なんか寝て倒れることはなかった。貧血の時とかはあったけど、貧血はね2回ぐらいなったことある。貧血でもう目の前真っ白になって、倒れる前に自分でしゃがめるんです。私いつも1回目は合唱の大会のなんかリハーサル中、リハーサルっていうかその全体なんかめっちゃでかい練習みたいな時に貧血でしゃがみ込んでみたいなことはあった。こんにちは。全体全校集会とかで倒れたことはないな。溢れる JK 感めっちゃ可愛い。もうさ JK 卒業して3年ぐらい経つけどね。やばくない？童顔すぎるってさえのすっぴん。もう3年経つのよ高校卒業して。えぐいって。試験さん、はじめまして。はじめまして。こんにちは。あ、倒れたことはだからないのよ。倒れる前に自分からしゃがめるタイプの人間やから。小田急で一駅のに座ったら新宿小田原を3往復してた時はやっちまったって。小田原がどのくらいの距離と時間なのか分かんないんだけど、3往復って多分相当じゃない？さあもう21ですよ今。全然21、二十歳超えてるとかじゃないのよ。21なのよ。もう
20歳の代終わってしまったんです。この感じで衝撃だよね。私も衝撃受けてる、未だに21みたいな、自分のことまだ20歳だと思ってる時あるもん。だって相手がさ、自己紹介ってじゃあ25歳ですって言ったら、あ、5歳違いかみたいな思うけど違うのよ、もう4歳違いだからみたいな衝撃。すっぴん、あ、そう、すっぴんです今。このあと舞台用のメイクしちゃうからさ、まだ今しても崩れちゃうから、まず何も、つかさっきお風呂入ったから、お風呂上がりお風呂上がりみてえなもん。今日お仕事、あ、お仕事頑張ってね、応援してるよ、こんにちは、応援し合おう。でもここにね、配信だとねあんまり映ってないんだけど、ここにねなんか2個ポンポンってできてて、ここがもうね2週間ぐらい治らんのですわ。だいぶちっちゃくなったけど、でも肌綺麗になったんだよね。一時期マジやばかった。12月末が一番肌荒れしてた、なんか爆食してたら。ここにね、この辺ちょっと、この辺ちょっとね、ニキビ体がこの前生まれてたんですけど、だいぶ治ってきて、あと2つ3つぐらいです、治ってほしい。ポコポコはカレンちゃんより年下かと思ってた。カレンちゃんより1個上です。でもなんか4期の鉄がカレンちゃん、ルンバは私だったんだけど、なんか私、あーでもルンバが一番年下に見えたのかな、身長的にも。でもカレンちゃんが一番年上に見えるねとはみんな言ってた。そうそうそう、みんな言ってた。なんか、あ、でも私なんかその言動が大人っぽいとは言われる、言動と立ち振る舞いが21には見えないねって言われる、もっと上っぽいって。顔だけだとマジ中学生みたいな顔してるんですけど、そう、肌が JC レベル、本当中学生でいける、さすがに中学生は無理じゃない、さすがにもう学割は無理だってさすがにね。なんか前髪すごい方向向いてるやついる、何これ、外向きの前髪おる、ちょっと直したい。配信越しだと気づかなかったけど、いや肌荒れはね、そんなビタミンとかじゃない、皮膚科に行ったら秒速で治った。一番ひどい時に皮膚科行って、皮膚科でお薬もらったらマジすぐ治った。結局お医者様なのよ、聞くんは処方箋なので、治って綺麗になったのの、そのキープ的にはそのビタミンとかその栄養素を気にしたらいいけど、もう一番荒れてる時はやっぱ皮膚科が最強だった。正直皮膚科最強だったな。おじいちゃん先生めっちゃ優しかったのよ、すごいニキビのメカニズムめっちゃ教えてくれた。でもさ、もうめっちゃ調べてからさ言ってたからさ、あ、さやが調べたことと同じこと言ってるじゃん、私が調べたな、間違いじゃなかったんだって感心しながら先生の話聞いてた。メカニズムの話、ニキビのメカニズムと、あと治るメカニズム、そうそうそう、めっちゃ教えてくれたね。治った髪の毛、こんにちは。でもショールームもさ、なんか加工ができるようになったじゃないですか、ある時から。でもさ、加工した顔嫌いだからさ、自撮りの顔もほぼ加工しないんだけど、あの肌だけ、肌をなんか綺麗にするフィルターだけ一応さすがにかけさせてもらってるんですけど、そうないね。一回遊んでみていい？目大きくするやつめっちゃ怖いんだよね。
ウィン。やばくない？めっちゃ怖い。あ、怖かった。怖。青鬼みたいになってた今。怖いって。あ、そう、気になることはもうめっちゃ調べて調べて調べ尽くす。一つのサイト読むとかじゃない。10個ぐらい調べる。宇宙人になるマジで。怖い。変身。加工めっちゃ怖くない？さ、加工めっちゃ嫌いなんだよね。なんかさ、たまにあれなのよ。私のカメラが加工ないから、なんかメンバーに嫌がられたりする。そう。あ、こっちのカメラで撮っていいって言われることとか全然ある。送るわみたいな。私のカメラで撮ってサリに送るわみたいな。たまにある。そう。嫌がられる。しけんさんこんにちは。眉毛は加工できんの？待って見てみるわ。知らない。眉毛はないね。あのショールームでは。カメラアプリによってはあるかもしれない。そう。歯白くできるよ。歯白くしてみていい？あ、すごい。歯だけ浮いて見える。ハリウッド俳優やんこれ。ハリウッド俳優の歯になっちゃった。すごい。瞳をキラキラさせる加工もある。あー、すごい、全然わかんないこれ。これの恩恵わかんないわ。わかんない、何これ。熊取り。これもちょっとわかんないな。あ、ちょっと、あ、ちょっとわかんないな。どこに効果があるかわかんないわ。え、なんかなんでサイが加工しないかっていうのはちょっとあって、理由が、劇場公演とかってさ、その現実だからさ、カメラでさ、ツイッターとかでさ、サイのことを初めて知ってさ、うわ、この子めっちゃ可愛いやんって、めっちゃ加工してたとしてね、めっちゃ可愛いやんってなって劇場来てくれて、え、本物これなみたいな、全然写真と違うやん、うわ、この写真の子に会えると思ってきたのに全然現実違うやんって思われたくないんですよ。だから加工しないっていう。そう、そのギャップ萎えされたくないのよ。そう、ギャップ萎えが嫌すぎて、その加工が嫌ってな感じですね。だから私がもうなんかネットでしか活動しないんやったら全然加工したいけど、したいってか、してもいいけど、したくはないけど、別にしてもいいなと思うけど、現実でさ、やっぱコンサートとか劇場とかで会う機会があるからさ、バレるやんね。それがね、嫌なのよ、萎えられるのが。そう、なので最近私はその素で、すっぴんが可愛くなれるように努力してる可能かな。そう、顔痩せとか、めっちゃ目の周りマッサージしてむくみ取ったりとか。すっぴん可愛くなりたいんだよねさや。そう、すっぴんが可愛くなれたらいいなって思ってる。こんにちは。まあそんな感じで、ちょっとさやはそろそろ公演の準備するので終わりにしようかな。そろそろ終わりにします。今日はプロテインを買ってきたので、公演が終わったらこれを飲めるというご褒美をもとに頑張りたいと思います。よいしょ。ということでランキング読みます。
13位とても研究さんありがとうございます。12位枝下さんありがとうございます。11位やすさんありがとうございます。10位けんけんさんありがとうございます。9位やちさんありがとうございます。8位ばいっこぞうさんありがとうございます。7位ともちさんありがとうございます。6位ひらりんさんありがとうございます。5位こくようさんありがとうございます。4位みなずきん3000点さんありがとうございます。3位キャロンさんありがとうございます。2位つなちゃんありがとうございます。1位はとめさんありがとうございます。イエイ。ということで今日は千秋楽頑張ってまいります。みんなぜひ配信見てね。行ってきます。バイバイ。